キャッチャーが専門の城島ですが、今日はマスクをかぶるのが川越でファーストに入っている城島。だんまりを決めました王監督。今シーズン大栄はサヨナラゲームというのが非常に多い中で、しかもそのサヨナラが3勝9敗という内容です。詰まっている大村、タイムリーヒットになりました。1点差、近鉄のリードは、まあ、それと逆に簡単に失いますよ。7番の湯上谷、昨日はなんと2打席連続ホームランを含めて4打数4安打打てるんですけども、8試合連続ヒットとなかなか好調だようですね、現状は。そうですね、はい、まあ、どちらかといったらね、本当に自分のスタイルでずっとこう来ればよかったのは、はあ、まあ本当にこうポジションにしても、まあ、ベリアというかね、ここまで福岡大栄は27勝29敗、いわゆる借金が2つ、一方近鉄の方は23勝31敗1引き分け、この対戦カードは8勝5敗と近鉄が3つ勝ち越しています。今日14回戦、ランナースタート。今日特にこの投手陣、それをこう物語るような展開ですよね。と言いますのは、ウエストをやはりどこで変えようかというのがああいうことを引っ張ってますでしょ、はいはい、それから近鉄にしましても岡本がもう投球数からイニングからしても、はい、やはりつないでこう最後赤堀に持っていくというね、まあ、そういうものをここまでよく我慢してますよね、どちらも、ということは中継ぎに本当に人がいないということじゃないかなと思うんですよ。そしてまたこれから持たれるゲーム展開です。1点差としてなおワンアウト1塁、7番の湯上台、先発の岡本、三田学園から短大を出まして2年目のピッチャーの岡本。先ほどヒットエンドランがですね、2、3まで我慢するかどうかですよね。あ、さあ2エンド2、走ってスライダーを打って、これはショートかセンターか、追いつきます。大村取りました。歪みなんであればですね、転がすというね、自分の役割、もうベンチの狙いとすればツーアウトでもランナーセカンドに進めて1点を取りたい、まあ、当然の策なんですけども ね、 ですね。大道、国土、吉永、城島、歪み谷、そして今川越です。振り切って一言も喋らずにバスへ乗ってですね、私でもちょっと近づきにくかったですね。わかりますね、気持ちは、はい、もうこれだけが誰しもが想像しないことで、グラブに挟まってボールが出ませんでした。結果は強襲ヒットということになりまして、サヨナラ負けになりました。三遊間か、中村取れません。川越がつなぎました。ツーアウト二塁一塁で、その雰囲気でやっぱりピッチングしてしまうと思うんですね。はは、何か今年のその使われ方というのは、この中途半端な使われ方、だからその気分的でどうにでもなるタイプの選手だと思うんですね、だからやはりそのうまく使っていかなければ今の近鉄の投手陣やはり苦しいですよね、何かこうね、はい、中継ぎ抑えというものがね、もう混同されてきたら気がするんですね。はは、昨日もホームランを打った川野が登場してきました。プロ8年目、今シーズンは対近鉄、先ほどまで投げていた、おっとデッドボール、岡本から満塁ホームランを打ってるんですが、左ピッチャーの柴田、変わった初球デッドボール、川に乗りました。まあここでね、フルベースというピンチで、はい、そのままファームに落とされて、6月5日に登録を抹消されて、10日間で今日復帰してきました。それでやはりその佐野健在だと、俺の力はまだチームに必要なんだというのをね、はい、やっぱりこう見せつけるには一番いい場面だと思うんですよね。そうですね、プロ7年目、
対大栄戦は1勝0敗1セーブという記録を残しています。キャッチャーはご覧のように今シーズン近鉄に入った磯部です。ね、今日は3打数2安打打点1で2アウトフルベースでベテランが秋山が入って佐野外側ちょっと変化する。その攻めを忘れてこう逃げと惑うと捕まりますしね。センターへ抜けた同点、二塁ランナー回った、大村バックホームは秋山だと、とんでもないところに投げた、止まっていた一塁ランナーが二塁へ、両方セーフ、二塁三塁逆転。秋山がうまくさばきました。センターランに入った浜名、ショート真正面、これはスグロが村上に送ってスリーアウトです。